レジェンドに聞く強かったあの選手。さあさあ今回もですね、中川さんそして島本さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあどうちゃんどうこのレジェンドに2人挟まれた感じ。こんな日が来るとは。ねえ。はい。幸せです。幸せです。片や箱根のレジェンド、もうテレビ画面の宮古市のレジェンド、はい、素晴らしいですけども、今日はねお二人に一緒に戦ってて、まあまあ戦ってなくてもいいです、本当に強かったなと思った選手を聞きたいんですよ。おお、はい、頭の中たくさんいると思います、はい、同世代だけでもねたくさんのスターがいらっしゃいます、はい、でもその中でもえりすぐってもらって3人ずつ書いてもらってます。どうじゃ、はい、気になるよね。気になりますよ。それをですね今から聞いていきますけど、はい、どうちゃんの頭の中であるこんな選手じゃないかなと。いや、いっぱいいますからね。世代とかも考えたら同じ年代とは限らないでしょ、うんうん、同じ時期でしょ。まあそうですね、はい、ですね。だからもうそれだといっぱいいますよね。ちなみにお二人悩みました？そう、ね、悩みましたね。まだ本当にいっぱいいるので、ベスト10ぐらい言いたいところですよね。まあうんうん、もう10人ぐらいパッて書きそうですね。ですよね、はい、それからでも3人ずつ書いてもらいます。じゃあまずですね、順天堂大学で15人抜きした中川さんから聞いていいですか？はい、じゃあ中川さんお願いします。はい、僕は考えたのは、うん、まあ自分が、はい、まあ一緒に走ってきてっていうところで、まあなんで同世代でちょっと考えたので、はい、この選手です。1人目が、中尾英二選手は、はい、うん、これは本当に西脇工業、ね、なんですけど、同年代で、もう本当に強かったですね、うん、本当勝負強くて、はい、最後トラックとかでも、うん、ラストの切れ味が本当にすごくて、うん、もう本当数秒っていうかもう 0. 何秒制して優勝するっていう、そういう強さのある選手です。なるほど、はい、はい、まあ伊比さんはまあ同郷で一個上になるんですけれども、うんうん、ずっと中学校時代から一緒にやってきたんですけど、うん、すごいですね、うん、そうですね、高校特に行ってからもう急激に伸びて、うん、岐阜からもう日本の本当トップのこの世代誰もが知るような選手になって、うん、本当に強かったなっていう風に、うん、ピッチ走法じゃ一番強いんじゃないですかね。そう、ピッチ走法で当時やっぱり、ね、岐阜県はもうみんな真似して、いやそうですね、そうなんですよ、すごいその走りにも確かに影響されてた、ピッチで速かったですもんね、はい、本当にすごい選手、うん、でこれマーティン・マサー氏、はい、選手はもうこれは世界基準で、はい、ですけど、ね、まあ、鈴木自動車に、うん、入った時に、はい、同期で一緒に入ってきた、すごいですね、同期ですよね、まあ、当時18歳、はい、だったんですけど、はい、もうとんでもない速さで、よかったですね、はい、まあ、世界、うん、日本であった世界選手権では、うん、確か銀メダルか、そうですね、大阪世界陸上、そう、大阪世界陸上で銀メダル、うん、はい、それをそのメダルを触らせてくれたりとか、久々な一面があって、すごいチームメイトに愛されて、はいはい、そういうなんか人間性もすごく尊敬できる選手で、うん、すごかったなっていう、なるほど、はい。どうじゃ3人見てどう思いますか？いやもうマーティン・マサス選手は、うん、やっぱニューイヤーの1区、あ今でも残ってる区間記録ですから、やっぱ相当強かったとね、うん、で伊比さんはもう僕はさっきも言いましたけどピッチで一番速いと思ってます。うもう今まで見てきたランナーで、そうですね、はい、で中尾さんはやっぱ西脇工業のイメージ強いですね。強いですね、1区のもうエース、うん、西脇のエース、うん、当時大牟田のエースと西脇のエースってなんかね、もうライバル的なものがバチバチありましたから。なるほど、ね、その一人でしたよね。なるほど、分かりました。懐かしいですよ中尾さん。懐かしいですね僕も。懐かしい、了解しました、ありがとうございます、はい、ではね気になりますね。気になりますね、白本さんの強かった3人、はい、お願いします、はい、これになりました、はい、はい、ですね、まあ中村博之って僕の後輩なんですけど、はい、僕が3年の時の高校駅伝生かした、うん、で日大に行ったんですよね、うんうん、で日大でも結構期待されて、うんうん、はい、で世界ジュニアの方で世界ジュニアの方でも結構活躍してたんですけど、真面目にやってれば多分どえらい選手になっ
真面目にやってないんですよ。真面目にやってないんですよ、ね。はい、もう2年までは箱根出てたんですよ。ああ、そうなんですね。で3年からも出なくなって、でも4年の時にはもう大学辞めちゃったんで。あ、そうなんだ。はい、4年の夏に、はい、ですね。だから一人目は中村で、だから呼び捨てなんですね。はい、あの子がついてるけど、はい、上は呼び捨てです。そうです、後輩なんで。はい、はい、強かったですよ。強かったでしょ、はいはいはい、ね。めちゃめちゃもうスピードもあって、普通に 100走っても、うん、あの 100m の選手と変わんないぐらい。いや本当に速かったっす。そう言われたらなおさらもったいないですね。もったいなかったんですよ。めちゃめちゃスピードランナーだったし、だから本当にすごかったっす。なるほど、はい、こいつはもう本当にすごかったと思います。うん、で次はあの木戸くんですね。木戸くん、はい、木戸正樹くんですね。はい、報徳出身なんですね。そうですね。ね、国体もチャンピオンになってますし、で高校駅伝も2位だったですかね。そうですね。はい、1位があの洛南の秋山くんが取ったんですけど、もう本当ロードも強くてですね、粘りの走りで、今でもあの連絡は取ってるんですよ。つながりあるんですね。つながりあります。はい。ので、うん、一応入れました。あ、じゃあ強いんだね。はい、ね、YouTube も見てくれてるかもしれない。いや本当、いやどうですか、木戸さん、今度見とってって言えば。ぜひお願いします。はい、はい、いってきます。あと、もう一人があの、うん、熊谷くんつってね、はい、僕らの年の、5000m の確かチャンピオンです。インターハイチャンピオン、はい、大学には行かず大英だったですかね。あ、大英、大英実業団に、実業団行ったと思うんですよ。はいはいはい。ナルネン B の5000で、うん、当時で13分45で、はいはい、国体、あ、それこそ福岡国体ですよね、の時に優勝してるんですよね。なるほどなるほど。あ、めちゃめちゃ早かったです。ほうほうほう。はい、まあ、1500はあのちょうどインターハイ負けちゃったんですけど、うん、5000は取りました。なるほど、ね。はい、1500はあの浜谷くんつって、うん、あの西脇工業にいたんですけど、うんうん、彼があの当時3分40何秒だったかな、何歩で当時ですか。はい、そうです、走ってるんですよ、うん、彼ともたまにあの電話では連絡しないですけど、うん、まあ SNS 使ってたまに連絡は、はい、やってます。なるほど、はい、浜谷君の方ですね、はい、はい、以上僕はこれ。なるほど。そうちゃん、3人分かります？あのね、すいません、熊谷選手だけ、はい、ちょっと僕は分かりかねてか覚えてないんでしょうけど、う、はい、強かった選手ではあるんでしょうけど、もう中村選手はね、もう島本さんが優勝した時の1区走ってた方ですから。1年生で1区、いや2年生です。2年生で1区、はい、はい、やっぱ強かったやつね。ちょっとその時は調子悪かったですけどね、はい、優勝した時は。そうなんですよ、はい、ちょうど風邪ひいてたんですよ。ああ、そうですね。まあ本番で1区がだってエースだから、ね、それでも優勝したんですよ。優勝したんですよ。11位だったですね。そうそう、11位で1分ちょっと遅れてきて、はい、はあ、志望さんが取り戻した。取り戻した。はい、いやいや、僕だけじゃないんですけど、僕の次の区間も頑張って、うん、はい、で木戸さんは、はい、専修大学ですよね。エースになりますよね、はい、エースだったんですよ。当時報徳強くて、報徳緑のユニフォームじゃないですか、はい、ランニング、はい、ランニングが、はい、で選手も緑なんですよ、はい、だからそんなにユニフォーム姿とかそう見た目が変わらなくて、うん、記録になってすぐ分かりましたね、はい、専修でエースになってました。なるほどね。粘りの走りがすごいですよね。報徳強かったですね、報徳の時は。なるほど、はい、ちなみに中村雄二さん、はいはい、たまにお話聞きます。はい、どうですか。いや、すごかったんじゃないですか。すごかったですね、うん、彼もあの1年間ちょっと実業団にいて、はいはい、であの2年目近く高校卒業して2年目からあの 山岳の方に行ってから、はいはい、結構箱根じゃ多分レジェンド的な存在。山梨一番じゃないですか。そうです、ね、そうです。僕は山梨一番の選手だと思いますけど。そうですよね。彼は記憶に残っとる。残ってますよね。そうです、あの悲劇も一緒に。駅伝ファンのね。そうです、ね、そうです。はい、今地元で、うん、地元近く僕と同じところの同郷で、うんうんうん、八代市っていうんですけど、そこに今います。お会いすることもあり得るんですか。最近は会ってないんですけど、うんうん、まあ、一時期前、まあ、ちょっと前まではちょっと会ったりとかしてました。ああ、ね、はい、話とかもしててですね、いつかぜひこのスポーツ大学院の方にも遊びに来てほしいです。そうですね、ちょっと知ってますよ、あの
話をすれば。小学校の時やった、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。彼の仕事の都合上ちょっと分かんないですけど、 そこを聞いてみて。全然僕たち熊本までロケに行きますので。あ、そうですか。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました、はい、その時はもうぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと連絡してみますね。ぜひぜひお願いします、はい、いや、どうじゃん、どうですか、3人ずつ、いやプラス中村優さん聞いたんで。中村優さんとか小さい頃見られてた、小さい時だから本当記憶にの、ね、山梨学院って言った、はい、そうです、山梨学院と言ったら中村さんですよ ね、 そ う、 ね、あ、そうなんですよね、そんなすごいレジェンドです。そうです、山学を代表する中間です ね、 そうですね、こんな感じですよ、うんうん、中村雄二君はですね、あ、いや懐かしい名前ですよ。3人ずつ出たらちょっと痺れますね。痺れますね、うん、強かったもん本当に、ね、ちょっと昔を思い出しますね。いや思い出しますね、うん、ですね、いやいや僕が本当高校の時は思い出します、うん、これ見ればこのメンバーで。なるほど、わかりました、はい、今日はですねレジェンドに聞く強かったあの選手ベスト3ですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。